これから始めるのは株と仮想通貨王者はどっちがおすすめですか僕はね仮想通貨の方がおすすめだと思ってます。えっ、ー、と僕は株も散々やりましたし、仮想通貨も散々やりましたけど、仮想通貨の方が間違いなくおすすめだと言えます。これ何でかっていうとですね、リスクはどっちが高いですかって聞かれたら、仮想通貨の方が圧倒的に高いんですよね。 圧倒的に高いただそのボラリティっていってこうだから僕が今から投資するんであればこれから来そうな銘柄今でいうと NFT とかメタバースとかそういう関連の仮想通貨に例えば10個あったら10個に少しずつ お金を入れますでここで大事なのがです、ね、仮想通貨でよく、ま、負けちゃったとかお金がスカラカンになりました騙されましたっていうやついるじゃないですかそれも折り込んでください仮想通貨ってすごいリターンがある例えば5倍10倍と100倍とか下手したらある世界なんであのけっその分リスクがあって詐欺コインだったとか飛んじゃうコインとかたくさんあるんですよ。 でもそういうのも織り込んでそういうリスクも踏まえて分散するんですよねで例えば、えー、考え方としては10個仮想通貨買うじゃないですかで9個が詐欺のコインでなくなっちゃったよなくなりましたでも1つが大当たりして20倍になりましたってなったら、えー、勝ってるわけですよねそれぞれ1対1の比率で投資すれば各コインに同額を投資すれば10投資して1が20倍になって20になるんで要は元気に対して2倍になったって感じなんですよそういうふうにやっていくと結構勝てます はい、なんですごくそういうふうにお勧めしますよく間違ってるのは少数銘柄にぶち込んじゃってそれが詐欺だったからなくなりましたみたいなやつ結構多いんですけどそれはお勧めしないですただ株は、えー、とその分なんだろうな、まあ、あの市場が長いっていうか歴史が長いんでそんなすごいひどいことにはなる確率は仮想通貨よりは低いんですけどすごいたくさん勝てるかっていうと仮想通貨の方が今は勝てますねやっぱりって僕は思います はいということで、えー、頑張って更新するので皆さんチャンネル登録と高評価お願いします。おつじる